皆さんこんにちは、キヨです。はい、ということですね、本日の企画はモテない女のファッションの特徴をやっていきたいと思います。はい、ということでですね、今日はね、僕のインスタの方で男性陣のみんな、モテない女のファッション教えて、こんなファッションとかは嫌だな、これデートで来た時は引きましたとかなんかあればくださいなっていうね、僕のインスタの方で男性陣に向けてちょアンケートを取りました。意外とちょっと見たんですけど、めちゃくちゃ面白いなと思いました。こんなんで来てんのかよみたいな。これはね、結構男性陣から惹かれたりとか、これはないなって思ったりとかしてて、女性陣のみんなはね、これを聞いて、これで行くのはさすがにちょっとやめようかなとか、私こんな服で行ってたわ、ちょっとやめようとかね、思っていただけたら嬉しいなと思います。男性陣もね、結構系統があるなと思いました。結構ね、こう固まって嫌だなっていうファッションが多いなと思いました。今回の言うものを抑えていれば、今回は大丈夫かなと思うので、ぜひともね、皆さんのファッションをちょっと見直していただけたらいいかなと思います。はい、ということでですね、早速行っていきたいと思います。ではレッツラーゴー。早速なんですけれども、行きましょう。一番最初に来たやつから。あれ、これ女の子かな。トップガ的に女の子かもしれない。逆に女の子から来てるのかもしれない、分かんない。トップガで判断なんだけど、分かんないけど、露出が多すぎる。これめちゃくちゃ多いね。露出が多いってやつはめちゃくちゃ来てましたね。今回一番最初に来たっていうのもあるけど、僕のアンケートの中でもめちゃくちゃ来てました。僕はね、露出が嫌だなっていう理由は多分2つあると思うんですよ。1つ目は軽い女とか、結構ね、やりもくな感じとか、そっち系が多いのかなみたいな。結構ビチ系が多くて、ちょっとそっち系の、あ、そうなんだって思われるケースと、2つ目は、例えば彼女とか好きな人とかだとして、露出が多かったらさ、他の男性が見られるわけじゃん。そういうの結構さ、もう男っていうのは独占欲が強いし、他の男に見られたくないって思うパターンがあると思うから、この2つかな、僕は思うのは。なので、他の意見があるとしたら皆さんコメントください。はい、お願いしますパジャマ、体操服、全裸舐めとるんか。まずね、普通に考えたらパジャマで来たら、まず、どうしたどうしたお前って、遊ぶ気あるみたいな感じだよね。例えば、夜中にみんなで集まるとかだったらまだギリギリわかる。体操服、中学時代とかだったらまだあるんじゃない。例えば部活終わりとかで、体操服で帰るとかだったらまだわかるけど、ないと思うね。これは結構、この人は結構ふざけてると思うけど全裸のコメント多かった。ちょっと皆さん、はい、好きになった女子は好きだから服装とは関係ないです。はい、いい人ですね。はい、優しい人ですね。はい、確かにね、好きだったらあんまり気にしないっていう人もいるかもね。あんまり女性のファッションとかね、あんまり気にしないっていう人とかも結構いると思うし、見てないっていう人もね、いるっちゃいると思うので、それはあんまり気にしないのかな。それにね、好きだったらあんまり気にしないっていうのはね、ある好きだったら何でもいいよみたいな、似合ってたら何でもいいよみたいな感じだと思う、僕の中では。はい、メンヘラでどうやったら治りますか。お題違うはい、まずお題違うんですよね。させん。はい、これね、結構リアル。今回ね、結構リアルなんだけど、ヒラヒラスカート、メイドチックなやつ、わかるー、わかるー。あ、確かにね、ヒラヒラしてて、ちょっとメイドチックなやつ着てると、おー、メイドさん、このヒラヒラスカート系結構多かった、ぶっちゃけ。なんていうのかな、多分ロングのワンピースなのかな、ワンピース。でもおしゃれなワンピースとかは多分違うと思うんだけど、なんかヒラヒラしてて、お子ちゃまじゃないけど、ちょっとなんかダサいなっていうのあるよね。わかります。男性陣のみんなからしたらわかる。ちょっと違うんだよね。でも逆にメイドさんが好きとかだったら、話はまた変わってくると思う。うわー、これ萎えるね。これ萎えるやつ来ましたわ。久々のデートで遠出しようって時にジャージとサンダル、これは萎えましたね。萎えるねー、これは。ガンナイピーポーだね。ガンナイピーポーマックスだね。付き合ってた彼女だとして、久々に1ヶ月ぐらい会えなかったとしよう。例えばね、その時にジャージとサンダルで来られたら、確かに萎えるね。男も男でさ、久々のデートでさ、結構楽しみにしてるわけじゃん。で、久々っていう時にさ、ジャージで来てさ、マジかーってなるよね。いやー、それは違うっしょみたいな。ちょっと決めてきてよっていうのはあるね。ちょっと遠出するからさ、荷物も多かったりとかして、ちょっと楽な格好したいとはいえど、ジャージはやばいっしょ。いや、俺楽しみにしてたのにちょっと台無しやなーみたいな感じではあるね。あー、わかるかもしれない。これ、運動靴にパーカーにジーパン、
やばい、確かに分かるわ。運動靴にパーカーにジーパンか、なんかめちゃくちゃそれをおしゃれに着れてたらいいんだけど、え、今日デートしてくる予定あるみたいな、私服持ってない系、そういう感じね。あんまりファッションに気使ってないんだみたいな感じになるよね。グレーのギャップとか着てジーパン履いて運動靴の女の子だよ。男だったら分かるよ、女の子でそれ着たらちょっとなえるね。ちょっともうちょっとさ、女の子っぽく行こうよみたいな、ちょっともっと女の子チックに着てほしかったなっていうのは分かるかな。え、露出が多すぎる格好、蛍光色めっちゃ入ってたりとか、あー、まあ露出は露出で多分、まあ露出が多すぎてちょっとなえるなっていうのはあったんだと思うけど、多分僕の蛍光色の方は多分ちょっとおしゃれに目覚め始めて、ちょっと色合いまだ分かってないけど、蛍光色これちょっと可愛くないから着てみたシリーズだと思う。これ多分そういうことだと思うんだよね俺の違うかな、僕は思うんだけどな、そんな感じに。たまにいるよね、とりあえず蛍光色入れてみた系女子、うん、ちょっとヤンキーに目覚めて、ちょっととりあえずちょっと蛍光色入れてみたけど可愛くないみたいな、あんま可愛くないよみたいなこれわかる、多分僕もちょっとこれ経験あるわ。蛍光色とりあえず入れてみたいな、ピンク黄色入れてとりあえず入れてみて、ちょっと可愛くないみたいな、ちょっとギャルみたいな。調子どう君の、うん、今日のテーマ何、うん、ドンキ、あードンキやね、オッケーって感じ。スウェット、スウェットの女の子が来た時のシチュエーションやってみるわ。お待たせー、またごめんね、ちょっとごめんね、ちょっと電車遅れちゃってて、ちょっとごめんごめん。今日行こうか、じゃあデートで、デート行こうか。今日なんか今日すごいね、ラフだね。今日の服装のテーマ何、今日の服装のテーマ、ラフな格好かな。ラフな格好なんだ、あ、そういう感じね。今日あのザギンで死にそうじゃない感じ、最近で新装でも全然いいよ。あ、でも結構今日ラフだよね、めっちゃラフじゃない、多分今日スポッチャーと思ったっしょ。ああ、スポッチャーでも全然いいよ。あ、こいついつもスウェット系な感じか、いつもスウェット系なっていう感じかな。うん、俺の予想はそんな感じな気がする。デートではなくてスポッチャー系だね。うん、うん、アディダスのパンツ、それに似たようなやつでもバツ。あー、はい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 、まあ、これはね、ちょっと先輩のやつから来たんですけど、まあ、確かにデートとか、デートとかご飯に行くときにアディダスのパンツとかこのダブルラインとかのやつで来たら確かにちょっとなえるかもな。わかります。だからちょっとさ、まあ、デートとかだったらさ、まあ、やっぱり女の子らしい服で着てほしいなと思うし、アディダスのパンツとかってさ、ダンスだったりとか、まあ、夜集まれて行ったりとか、パジャマだったりとか、そっち系ね、ラフに着てるじゃん。だからデートとか、まあ、ご飯に行くときにアディダスで来たら確かになえるなと思いますね。ロングスカートに安いキャップ、あーね、わかった。やっぱりね、これもね、でもひらひら系のワンピースみたいな、帽子にニューバランスとかだったらファッションセンス疑うね。安いキャップみたいなね、ちょっとわかるかも。でもてか、でもロングスカートに安いキャップって言ったらめちゃくちゃ合わないと思うけどね俺の予想。うん、ロングスカートとかだったら例えば髪の毛編み込んだりとか、ポニーテールとか、うん、まあ、髪の毛巻いたり外羽とか、まあ、そっち系の方は僕はいいんじゃないかなと思います。あれ、どっかのもしかして、え、あのイベントスタッフさんですかみたいな、あれ、ち、あ、今日会場間違えた、あ、今日ここじゃない感じですよね、会場多分今日代々木とか、うん、東京とかの方ですよね、あ、わかりました、あ、お疲れ様です、バイバーイ、帰るかな俺はい、メンヘラコーデ、あの量産型とかかな、多分そっち系じゃないかな、推ししか勝たんとか言ってる系のかな、わかんないけど、わかんないけど、メンヘラコーデってちょっと難しいじゃん。メンヘラコーデが、まあ、ちょっとわからなくもないと、メンヘラが苦手な人もとかもいるから、それ嫌だなって思う人もいると思います。はい、はい、っていうことで今回モテない女のファッションの特徴をやってみました。はい、ダルギ系とかは結構やっぱ嫌がられるんじゃないかなって思いました。しっかりピシッと、やっぱ女の子らしい感じだったらしっかり可愛いんじゃないかなって思います。僕の予想はやっぱ女の子らしくて大人っぽい、大人っぽく綺麗系だったら多分僕は外さないんじゃないかなと僕は思いますけどね。僕の予想ですけど、はいはい、ということでですね、今回の動画はいかがだったでしょうか。まあ、今ね見てる人たちがね参考になればいいかなと思います。ということでね、今回の動画は終わっていきたいと思います。今回の動画がいいなと思ったらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。